皆さんこんにちは。今月は災害の手話です。火事、助ける、助けてもらう、大丈夫、怪我、消防署、電話をかける。火事です。助けてください。大丈夫ですか？怪我ないですか？消防署に電話します。台風、雨、豪雨、危ない、避難所、一緒に行く。台風で、すごい雨です。避難が必要ですか？危険です。避難所に一緒に行きましょう。避難所はどこですか？保原小学校です。最近、地震や豪雨災害のニュースを見かけることが多くなり、また昨年のような台風災害が起きるのではという心配があります。皆さん、ぜひ災害に関する手話を覚えて私たちに支援していただけると大変ありがたいなというふうに思います。はい、覚えて支援したいと思います。